皆さんからの質問に答えますそうですね、あれはね、みんな本当期待しましたよね、あのハードパンチが、ね、当たったらね、いや、あのパンチが当たったら、世界チャンンピオンでも倒れますよ、うん、ただ、赤井君はあの試合、硬かった、カちカちだった。 多分怯えてカチカチじゃなしに倒してやるぞっていうそういう気持ちだったと思うんですよね。あの肩に力入っちゃうんですよね。これ倒してやろうっていうのがもう頭に入っちゃうと。もうそういうイメージがおそらくもう日本の赤いファンボクシングファンは描いてましたから、赤いにこう。赤い国にこう倒してほしいっていうね。イメージがあって本人もよし。みんなの期待を背負って倒すぞっていうのがあったんじゃないですかね。ちょっとカタカタ。 だからスピードもないし手数もないしもうカチカチもうすごい悪い状態で戦ってましたよほんともう一番ねその赤井君がガー,ガーってきた最高の調子の時とやればもっと面白い試合になったと思う,うん下手すら下手すらって言い方おかしいけど当たったら倒してますよまあブルース・カリーもねうまいですからね うまいというかパンチもあるしね強い選手もちろん世界チャンピオンでし強いんですけどもうガーッというあの上り調子の時の赤井選手の赤井君のこの勢いがあればもしかしたら本当に倒せると思いましたよ僕は勝つんじゃないかと思いましたよ。だからあの、まあ、浜田剛、ね、君とか、えー、平中君とかがね もうお前あのスーパーチャンピオンに勝てないから思いっきりゲーて言ってハードパンチで当てて倒したっていう、まあ、そのイメージと似てて赤井君もう思いっきり本当にガンガンいったら持ってる力全部出したら当たって俺倒したと勝ったと思いますけどねただもう本当にカチカチの最悪の状態でしたよ力入りすぎてクーだから全然スピードもないし手数も出ないし えー、い体が硬いからボンともらったらバチンと倒れちゃったみたいなねもう、まあ、本当はもっとベストコンディションでやらしたかったなあ迫力のあるボクサーでしたからね、うん、あの食べ残しを食べさされたみたいにそうですいじめみたいにあの、ね、あの思ってる人がいましたけどもそうじゃないんですよあれはキャンプに行くともう辛い練習統計日間やるんですけども。 での夜の食事が本当美味しいんですよ。ステーキ出たりねもうエビが出たりもすごい美味しいんですけどその時はねたまたま具志堅さんが誕生日だったんですね誕生祝いをしたんですよ。その時にあのケーキがバーッて出てきてでもうみんな食べれないってケーキは余ったんですね3つ4つぐらい。それは僕はもうじゃあ俺が食べますって全部食べ,ちゃうんで食べたんですね。 すごいあの食欲がありましたからバンバン練習やったからバンバン食べましただからほとんどその残したケーキ食べ残した話に丸々のケーキを僕が食べたというそういう話ですよね、うん、余らせたらねもったいないですからねそうですねそれぐらいもカロリー使うたくさん練習しましたね <laughs> はいはいはいそれね聞きましたよ 本人がやってるそうです <laughs> もうこういう時代だからね俺もね頑張ってやってるんだって言ってましたね俺電話してましたよ <laughs> やってるそうですはいそうで言ったの私も本人にど,どう見ても浜田君がやるタイプじゃないだろうって言ったらいやこの時代だからね俺もやっぱりやらないとね時代遅れになるからさって言ってました <laughs> これは本人がやってますうん。あそういうのを伝えたくてねいいことじゃないですかねうん。 濱田君の意見もなかなかねあのみんなファンも聞けなかったでしょうからこれ面白いんじゃないですかいや私は10キロぐらいまあ、10キロ小さいからねすごい目立つんですけども10キロぐらいで,すよでも体の大きい人は、まあ、ガッツさんとか、えー、大概大きいクラスの人減量苦しんだ人は30キロぐらい太りますね。 ガッツさんは3 0キロぐらい太ったって言ってましたからね具志堅さんはあまり減量しなかったんでほとんど変わりません昔も3キロ減量で例えば昔5 0キロだったら今もおそらく5 0キロだと思いますねすごい節制してましたからね具志堅さんはだからすごい太る人は大体3 0キロぐらい太ります僕は1 0ロぐらい、うんまあ、ウエイトトレーニングでね筋肉をつけて力もつけてっていうのもあって 多分まあ、筋肉で重くなってるのもあるでしょうけども、まあ、全部で大体1 0キロぐらい太りましたねいや徳地君は強かったなデビューから11連続 KO か12連続 KO やってますねああもうすごいもうみんなバタバタと倒してね彼も確かアマチュアの日本チャンピオンですよね それでもうねあの、えー、デビューしてから11連続か12連続ぐらいやってますよね彗星のごとく本当に上がってきて、えーそうね、ミューリー・アルバチャコフとね世界チャンピオンのミューリー・アルバチャコフとこう対戦するんですよ。まあ、1回目は逃げたって言われてね「いや逃げてない」ってまたこうやることにって正式にやって、まあ、結局やられはしましたけども。 本当にセンスのあるね、パンチのあるね、いいボクサーでしたね。ただ、今、ちょっと、本当に。千人に一人とか、一万人に一人って言われる。難病にかかってて。その、まあ、ボクサーって。まあ、その殴られすぎてパンチ取らんかっていう。症状に。よく、昔は良くなったんですね。昔は健康管理があまりなかったから。下手すらもう、バンバン殴られて。 勝っても負けても殴られたらすごい脳のなんていうんですよね脳細血管がそれがほっとくとまたこう泳いでるのがつくんですけども酒飲むともう結構よくなって泳いじゃってくっつかないんですよで。くっつかないのがそれを何回もやってると急にしゃべれなくなったりあの目が見えなくなったり、えー、屋,の屋根をしようって言っ夜中におしっこ漏らしたりという。 そういう怖いい怖症状が出てきたりすするんですねあと倒れたりね転換みたいなの起きたりだからそういう意味ではあの昔のボクサーは健康管理がなかった今からそうですね四五5 0年前いやもっと前か50年以上前のボクサーの頃は健康管理がなかったチェックとかねなかったいや酒もよくみんな飲んでたし試合終わってから平気で飲んでたそういう症状をみんな知らなかったからだから あのそういう症状がでパンチドランカみたいな症状が出てからは健康管理が今もう充実されてるんで絶対に酒飲むなとか脳波を取れ試合終わったり脳波ウウ取れ CT 取れって今うるさいですからねそういう意味では今の人はそういうパンチドランカという症状は少ないですけど昔は本当にあの健康管理もうそういうチェックがないですから自由試合終わってバンバン殴られて傷だらけになって顔腫れてるのに酒飲みに行ったりね えみんなでこうお祝いだとか勝ったお祝いだとか勝っても負けてもやっぱり殴り合ってるんで毛細血管がバンバンン切れてるんですよそういうところにバンバン酒を飲むとも血管が泳いでくっつかないくっつかないまままた次の試合したり練習したりするんでどん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 切れてしまってもう急に喋れなくなったり目が見えなくなったり怖いんですよだからいかに健康管理が大事かまあ今の僕さんはもうそれは充実されてるんで。 試合の前とか全部チェックしますから今はそういう、えー、パンチドランカ症状はほとんどないですただ戸口君の場合は早く KO してて殴られた印象ってほとんどないんですよ。殴られたといえば僕の方がほんとに100倍ぐらい多いぐらい殴られてますよ。戸口君は殴られる前にも早く倒してましたし殴らせないぐらいのテクニックもあったしね。だから本当なんあの 難病ですよねな,なんで起きたかわからない急にその今しゃは話したことも忘れてしまうとか奥さんのこととか子どもの顔も忘れてしまってえ君誰っていうような本当にに難病にかかってしまってるまあ渡口君がやってたねあのピューマートグ口ジムを今度奥さんがね見てますけども奥さん本当に頑張ってね渡口君のね 夢であるそのジムを支えてますよね。で、娘さん、娘さんたちも,もう大きくなってね。お父さん、お父さんって会いに行ってるけど、子供の顔がわからないとかね。あなた誰ですかとか、ね、まあ、そういう本当に大変な今状況ですけども。早く治ってほしいですよね。あんな優秀な。優秀なボクサーですよ。本当かっこよかったね。まあ、顔もかっこいいし、戦い方も本当に。 ピューマ口っていうね本当にピューマのような感じでねすごい強かった一、まあ、日も早く難病からね解放されてほしいですよねうん。